俺の影響力ってのは皆さんも知ってる通り、リカピーさんも知ってますよ。誰もが知ってるところ。当たり前だろ。じゃあこれがね、リカピーが嘘だっていうことがこのまま進行してしまえば、リカピーはどんなことになるのかも想像できるだろうよ。バカ。みんな俺を信じろ。通知をいらっしゃい。ちなみに俺は全部下調べをしてる。はい、木村まんまいブロックです。俺はもう全部下調べができている、うん、冠城くんね、冠城くん、うん、冠城ケロンくんね、あ、カスキか、カスキだカスキケロンくん、あなたのね、僕はね、本名も全部掴んでる、住所も知ってるよ、全部掴んでるんだ俺は。あなたがどういう風な理由で離婚したのかも僕は知っている。な。詐欺行為を行って、な。嫁さんが、前の嫁さんが働いてるお店、な、当時、結婚してる時だな。嫁さんに働かして生活してたんだよ。嫁さんがキャバクラで働いてて生活してて、その客のカードを使って詐欺行為をやってたんだよな。ずーっと。それでも全部知ってるよ。調べたから。だからその上で僕はね、この白黒っていうのを判断してるのもあるし、他にも材料がある。ただみんな出せないだけだ、それを。みんな出すべきことじゃないから出せないだけ。これ出してしまうと俺がバンになってしまう場所がある。そう、キャバクラどえ、カード詐欺、川口市内でな、詐欺行為をやったよな。ケロンくん。ケロンくん。キャバクラでカード詐欺をやったよな、川口市内で。くるみらっしゃい。そういうことを知ってる。バツイチだよ。子供もいる。全部調べやすいてる、僕は。あなたたちよりも、いろんなことをこのケロンについて僕は知ってるんだよ。うん。君が元旦那に面会行けばわかるんじゃない？ケイ君、元旦那さん、シャバにいます。まずだけど、うん。まずは、サイバーリカピーさんが最後に結婚した人っていうのは、シャバにいます、今。現在、ケロンさんと関わりがある人は2番目の人です。2番目の人はもう離婚しています。そして面会には行けません。友人、知人は行けないので。ハイボール、山津、ライラいらっしゃいね。ヤスいらっしゃい。そうですよ。これはリカピーさんに聞けばわかるけど、ね、最後に結婚した人っていうのは、最後に結婚した人っていうのは、現在刑務所に入ってる人じゃないですよ。うん。そうそう。前の旦那さんは、シャバにいます、現在。ただ、ケロンさんは、4日前に捕まったと言ってた。僕にはね、4日前に捕まったんですよって言ってますけど、シャバにいます。はい。シャバにいます、普通に。そんでもって、今現在入ってる人は、2番目の旦那さんかな、多分。2番目の旦那さん。うん、ケロンくん、バレてんだよ、すべて。うん。リタいらっしゃい。ケロンくんが働いてるところもわかります。仕事場もわかります。そんで、職業は Uber Eats です。ちょっとね、どこで働いてるか、お店に迷惑かかってしまうので、言えないですけど、Uber Eats。要は宅配みたいな仕事やってます。そして僕ともう一人会話した人がいるんだけど、その人も Uber Eats のバイトの人です。たまたま出くわしたって言って、ケロンが俺と話した人です。全部めくれてます。勇気いらっしゃい。逃げ道ありません。あなたたちが知らない情報を僕は前もって知っています。ケロンが、俺に暴露配信をやってもらいたかったんだよ。わかる？リカピーのことに関して、俺にやってもらいたかった。でも俺はやらんかった。うん、嘘を拡散するのやめてください。カシキケロンくん。ケロンは売名したいだけです。ただ、売名したところで、あなたにアイテムが飛ぶかって言ったら、飛びません。残念ながら。
飛ぶわけがない。下手すぎるんだよ。やるんだったら、俺とリカピーが付き合ってて、リカピーの弟を通して、そして俺とリカピーが何かトラブル起こった時に、あなたが中間に入るような配信をやればよかった。弟役をずっと貫き通すことが、あなたが売名で残された一つの道だった。残念ながら。あなたは失敗した。やっぱり若いね。まだまだ若い。かしきくん。ひよこいらっしゃい。かしきくん、ごめんな。お前に、サイバーリカピーが惚れることは一生ないよ。どころか関係まで終わっちゃったよね。この2ヶ月ちょっとしか付き合ってなかった、この僕の手によって、あなたの10年の付き合いって何だったの？金に目がくらんじゃって。情けない、情けない。一瞬の金に目がくらんじゃってさ。長寿もきらしゃい、谷氏もいらっしゃいね。そんな人と10年も付き合いのリカピーを怪しいと思わない？考えてみなか。考えてみ。10年も付き合いがある。例えば、ケロンがリカピーと10年付き合いあるにもかかわらず、俺の方をなんで取るの？リカピーは別にケロンのことを裏切ってもいないし、何もしてない。10年付き合いあるにもかかわらず、なんでリカピーのことを裏切って、俺側の味方だよ。ユイガさん騙されてますよって言うのかな。言わないんじゃない？だって俺なんて赤の他人じゃん。ユイガが別に金引っ張られようが騙されようが関係なくない？あ、こいつから金取られるんだったら別にいいやと思わない？ラッパのマークいらっしゃい。こいつうまいことやってるなっていうふうに思うぐらいじゃないの？しかも俺金取られてねえし。ミッチいらっしゃい。金取られてねえし。ヨカマボーイ見なきゃいいけ。元ちゃちゃまろです。いらっしゃいね。簡単なことでしょ。簡単なこと。本当に簡単なことだと思うけどね。例えばだよ。自分が一つ一つ説明、これね。リカピーのこともそうだけど、今回、いろいろなことがこうやって嘘暴露として出たわけでしょ。いち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 リカピーがそれを全部説明する必要もないと思ってる。説明する必要がないと思ってる。俺とリカピーだから個人的な恋愛感情にあり、付き合いがあったから、だから俺は個人的なことを知ってたりとかするけど、いち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 みんなに説明する必要がないと思う。なんでかって言ったら僕、ユイガでこのネット放送やってます。サイバーリカピーさんもサイバーリカピーとしてインターネット配信をやってます。80万も使ってません。誰80万って。何それ ?80 万ってどっからの情報なの？何それ ?80 万って。80万って何？ 80 万も使ってないんだけど。え、どっからの情報なの？言うたそう、さゆな。嘘情報を撒いてんだったらブロック入れるけど。ここで、また、嘘情報を撒いてる人間がいるな。ブロック入れよっかな、言うたそう、さゆな。だって嘘言ってるもんね。80万って嘘を言ってる。言うたそう、ブロックな。嘘言ってんだから。80万ってどこ情報？どこ情報？おい！言うたそう、ブロック入れるぞ。Go。4。いやいやいや、あ、ではいくらじゃないでしょ？3、2、ゴールドいらっしゃい。1、お疲れさんです。ユータスブロック。はい、次。あとは、左右な。どうぞ。ゴー。その総数、80万。僕のお金だからね。4、3、2、1、0。
はい、ブロック。僕が1ヶ月に平均稼いでるお金が80万なだけであって、僕が80万別に使ってません。家賃払えねえだろ。高ちゃんもや、遊びねえだろ、これが。うん、ネギいらっしゃい。ジャスミンいらっしゃい。うん、本当に、ふざけんじゃないよ。うん、ナポヤネいらっしゃい。眠り姫いらっしゃい。うん、あのな、僕ね、リカピー自身に使ったお金でしょ。リカピー自身に使ったお金でよろしい。リカピー自身に今まであげて、僕が自ら渡してるお金は7万円です。7万円。ただ、リカピーにせがまれてとか、ねだられたわけではない。僕が自ら渡している。最後に渡しただけ YouTuber の時。アイコとの件がこの前ありましたね。村田いらっしゃい。アイコとの件があったよね。アイコとの件。あったよね。あの時に、リカピーも出禁にしたんだよ。お前出てけって。今すぐ帰れって言った時に、俺は2万円渡したんだよ。あ、これでタクシーで帰れよ。で、俺は2万円渡したの。それってのはリカピーにせがまれたわけでも何でもなく、リカピーを出禁にした以上、自分の彼女である、彼女である以上、電車がない時間帯に返せないよね。だからこれでタクシーで帰れって言って2万円渡しただけなので。はい。それはリカピーの作戦でも何でもないでしょ。うん。どうよ。うん。7000万円の男、アシマいらっしゃいね。そしてな、まだある！ケロン君に関してはまだあるんだよ。実は。まだあるよ。実はですね、ここのふわっちに、にゃんこってやつがいるんだよ。カタカナで、にゃんこってやつ。これ覚醒剤、埼玉で有名なマキって女で、覚醒剤ですごい有名な女性です。埼玉でね、マキ覚醒剤とかで調べれば出てくるぐらいすごい有名な方。ここでニャンコっていう名前でやってます。これがリカピーと今揉めてるんだよ。うん。リカピーと揉めてんの。実はな。うん。昔、シャブ友で。校長と流暢で出会った人で、ね、昔のシャブ友です。薬友達。それで揉めてるんですね、今ね。リカピーは薬やりたくないので、薬をやらない方向でこうやってやってるわけだけど、その女性が、ね、マキっていう女性、ニャンコが、実際に、そのリカピーがそういう薬関係で付き合ってくれないから、だから、粘着してるわけよ。んで、怒ってるわけよ。そこに目つけた！そこに目つけた！ケロン君が、今、にゃんこと結託しようとしてます。悪？にゃんこと結託して、ね、にゃんここと巻と結託して、サイバーリカピーを潰そうとしてるのよ。ケロン君。だよね？僕、昨日のにゃんこの放送見てますから残念！にゃんこの放送僕見てんだよ、昨日。にゃんこが言ってたんだよ。徹底的に詰めるから、徹底的にね、肉なり焼くなりするからっていうのを知ってんの、ケロン君と共に。全部僕聞いてますよ。甘いんだよ、お前ら。劇場を組むのが。僕の情報量っていうのを舐めんな、バカ。このインターネット上で。にゃんこ女性です。カタカナでにゃんこな。ただ、にゃんこさん。今何時？もう仕事終わってるだろうな。にゃんこさん。あなたやばいことあるよね。あんたやばいことあるよな。あなたが現在付き合ってる人間誰？誰？カズくんな。カズミくん。僕より全然年上だ。52歳のな。52歳のカズミくん。このふわっちにもいます。カズミってやつがいるよ。うん。カズ。カズことカズミな。その人さ、嫁さんすごい怖いらしいじゃん。大丈夫？にゃんこ。チン殺しちゃう予定なんだけど僕。その嫁さんに、カズの、な、
和美の嫁さんにチン殺してにゃんこさん詰めてもらおうと思ってるけど、にゃんこさん懲役3回いってるよね。懲役 3回いっている喫水の昆虫です。喫水の昆虫。それとなんとケロンは結託しようとしているから、にゃんこでググってみればプロフィールに多分書いてあると思うよ。で、にゃんこ一家だから。